はい、こんばんは、速稼塾の久保でございます。ドル円のね、相場解説をしてまして、収束した後ブレイクして下の方に行くというふうなことでね、放送を前回終わらせていただきましたけども、その通りになってますね。テクニカルをマスターしたらこれが見えるようになるってことをね、改めて申し上げておきます。1時間を今見ていただいてますけども、大きな陰線が下の方に引っ張られてますよね。これは何でかっていうと、そのウィークリー見てください。切り替えます。ウィークリーの方はまっすぐ下目線なんですよね。だから結局このトレンドの方向になっていくんですよ。小さな時間の中では上に向かうことっていうのは瞬間的にあるんですよね。ただ上に向かえば向かうほど下に行く時のその陰線の長さっていうのは大きくなるよっていうのはいつものパターンです。デイリーに切り替えます。デイリーは横ばいのように見えてますよね。だから陽線があるようでもヒゲを出しながら実態は短いんですよ。これはですね、もう陽線なのに上に行こうとしてるわけではないってことなんですよね。下に行く勢力が強いんで上に行きかねていると。じゃあ上に行く倍で、ずっとやる人がね、例えば私なんて倍をずっと入れてたのに今入れてないわけですよ。ってことは倍の動きが止まりつつあるってことですよね。だから下落するポイントが出てくるってことなんですよね。4時間の方に切り替えます。で、4時間も見て取れるでしょ。移動平均線は上の方にぐーっと行ってますけども、そこからブレイクして下に行くじゃないですか。これを私は前回言いましたよね。1時間に戻します。大きなブレイク、今106円の033です。106円をおそらく割るところまで行くと思いますけども、ここで利益確定していけばいいのかなと思います。今日は30ピップスね、30ピップスほど取れて、エグジットでございます。皆さんどうだったでしょうか。前回の解説、あそこまで細かくやればさすがにね、取れてるとは思うんですけども、どうですかね。それでは本日は以上です。またよろしくお願いします。